はい、こんにちは、ここまです。今回はダイソー商品のプラチナの油性ノック式ボールペンヘルシーグリップを紹介したいと思います。こちらは先日100均の文房具で筆箱紹介をした時に油性ボールペンとして入れていたんですけど、単体で動画も出したいと思うぐらいおすすめなボールペンになっているので、こちら紹介していきたいと思います。はい、ということでこちらはダイソー商品なんですけど、プラチナのものになっています。まあ、その証拠って言ったらあれですけど、プラチナのグラマーソフトという、こちらのシャーペンと同じような形になっています。こちらの動画は単体で動画を出したので、そちらをチェックしてもらいたいんですけど、こちらのダイソー商品のものはほぼ同じですね。まあ、ただ中身がボールペンになっただけなんですけど、まず復習を兼ねて、まず外観に関して特徴を話していきます。まず一つ目の特徴がこのクリップです。このクリップはこんな感じで稼働するんですけど、この稼働する原理としてシリコンが使われています。シリコンの弾力性によってクリップが稼働するようになっています。これは他にはないと思うので本当に面白いです。結構厚いものでも挟めるようになっています。そしてもう一つの特徴がこちらのグリップです。こちらもクリップと同様にシリコンでできているんですけど、こちらが本当に、滑らないようになっています。本当に吸い付くっていう感じがあるし、指が痛くならない柔らかいグリップになっています。なので長期筆記とかに向いてるんじゃないかなと思います。はい、ということでこんな感じが外観の特徴です。そしてもう一ついいポイントがあります。それがボールペンのインクの滑らかさです。パッケージもこんな感じで滑らかサラサラ低粘度インクと書いてあるんですけど、もうその通りです。こちら油性ボールペンとは思えないほど滑らかに書けます。低粘度インクということで、水性インクみたいな、書き味もしてるんじゃないかなと思います。ちなみにボール径は 0.5 です。はい、ということで見ていただいた通り滑らかに書けます。なんかちょっとみずみずしくて本当に水性っぽいんですよね。インクだまりがちょっとちらほらあるのはちょっと欠点かなって思います。でも本当滑らかです。ちょっとこんな感じで裏写りもしてしまうことがありますね。まあ、紙によると思うんですけど、こちらツバメノートのクリームノートなんですけど、まあ、ちょっと裏写りします。はい、ということで紹介は以上にしたいと思います。こちらシリコンのペンと覚えて書いていただいてもいいんですけど、やっぱり手に取って書いてみるのが一番だと思うので、ぜひチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では